はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、ファーミングシミュレーター22、こちらの私のゲーム実況やっていきたいと思います。で、今日何をするかなんですけども、今日はですね、うち基本的に旧モッド紹介なんですけど、ちょっとですね、まだ出て1週間経ってないぐらいの新しいモッドになってしまうんですけど、ちょっとね、本日はそちらをご紹介したいとは思っておりますが、まずはね、ちょっと他の作業から。はい、じゃあまず、ケーキ売却からやりましょうか。今ケーキが16000リッター、ケーキ16000リッターですが、在庫いくつあるでしょうか。在庫がどれぐらいあるのかな。国粉まだまだありますね。牛乳なくなってきたかな。どう、牛乳、あ、769、あ、牛乳もうちょいでなくなりますね。で、ケーキがあと59000。なくなんないわ、一生なくなんないんじゃないかと思うわ。まあ効率良すぎでね。はい、というわけで、まあケーキをね簡単に生産できますので、まあお金に困ることはないだろうなんですけど、まあおもろくないですよね言っちゃうけどね。あんなケーキ大量、あー、またかいよこれ、これいつもあんだけ大量のケーキがあっても、まあ飽きますよね。積み込みもオートロードだしね。っていうので、まあちょっとね、脱ケーキ工場もやっていきたいんですけども、そこに行くにはまだ他のね安定した収入がないといけない。だけどうち日付飛ばすのが遅いんです。まあリアルで半年ぐらい経って、ゲーム内時間まだ2ヶ月ぐらいですからね遅いなって、逆なんだって、普通逆なんだけどね、リアル時間の方が経つの早いっていうねちょっと信じられないね、ターディスだねそれはね。はい、そしたらまず、ケーキね、売却、あ、ちょっと待ってよ、ケーキ売却つか値段見てないな。ですね、最高値、まあいつも通りなんでしょうけど一応確認しますよ。ケーキ最高値、あ、まだまだこっちですね。はい、じゃあここでね、ケーキ売っていきたいと思います。ガサー、16000いったね。全部売ると、まあ、大体40万ドルぐらいでしたっけ。はい、全然違うね、198,061ドルね。まあ20万ドルいかないよと、20万ドル弱だよと、まあしょうがないですけどね40万ドルがね、ちょっと今ね、ボケすぎた。はい、そしたらですね、ちょっともう一個だけアクション挟ましてください。ですね、ここ以前パレット大量に出てましたよね、パレット工場。このパレット工場、まあ今パレット無限生産してるんですけど、全部積み込みました、トレーラーに。なんぼ積んでんのかな。これ見えないのかな、積み込みはね。あ、4200リッター、パレット4200リッター積んでおります。で、うわ汚れたね、農作業してないのにで、今ネイル、釘ですね、釘、2パレット積んでおります。これをまずはですね、第1シーズンでやったここですね、ガーリック工場、場所をマークしますけどね、ガーリック工場に持っていきます。そこからまずは話はね、ガーリック工場に持って行って搬入して、まだ足りないのが板なんですよね。板やっと前回生産ね、始めました。そこね、そこ木を作る工場ね、まだできてないですよね。それほどじゃないですか、入れたばっかだよねゲーム内時間ではさっき入れたばっかりかと思いますが、まあね、私はもう結構お時間経ってますね。さあ、そしたらガーリック工場に持っていくんですけど、道がね、どこかショートカットできるのかな、ここかな、こっちから行くとね、以前 AI ヘルパーさんがね、ブドウ工場に行くときに横切ってたんですよね。あ、そんないい道あんのと思って、ただ私は木が生えすぎていて見えなかったというね。暗いなまあ16時45ならちょっと暗いのかもだけど、一段と暗いっすね、なんかやだな。
もうそろそろ寝た方がいいかもだけど、ピスタチオとかそこら辺の収穫何にもしてないんですよね。配信でちょこっと載せたぐらいで、はい、ここがちょっとね、気をつけなきゃいけないんですけど、高架下くぐって、はい、そしてあ、ここか、ここが、ガーリック工場ね。まだ、ボード板ね。うわうわ危ねえ、1個落としたしね、パレット。ちょっと待ってよ、もうほんとこのマップ狭くてさ、はい、無理やり。はい、じゃあまずネイルから入れちゃいますか。あ、ワンちゃんここにいんだっけ。あ、ワンちゃんね、ワンちゃんかわいいね。え、そうか、新しい拠点で飼ってあげようかな、こんなところでワンちゃんってね。はい、そしたら釘搬入入る、ここでいいんだっけ、ここだよね、違うのかな違うのかな。あ、ここガーリックだけか、奥の方か、奥の方で、パレットっぽい。あ、入ってますね、入ってますね。ちょこっとだけね、今角度悪くて入りきってないけど、はいはい。で、釘搬入終わりました。で、じゃあパレットも同じじゃないこれ。そしたらちょっと待って、ね、パレットバックで入ってこないとダメだわ。なんだけど今見えたのなんだ今見えたの何、照明。いや、これちょっとまずいよ、2段階に引っかかったでしょ。危ない危ない。じゃあパレットはバックで来ましょうか。今天井で見えたの何、あれ上に、あ、上に照明あんのか、えらい画面引いてたなはい、ね、騒がしいね今日もね。はい、そしたらまずバックで入りましょうか。なんだけど、見えないね。はいはいはい。で、これちょっと内側にした方がいい。あら、これもしかしてパレットオートローダーに積んでたらダメ。うわ、出たよ、出ました出ました。じゃあちょっと一回パレット出しましょうか。ペペペッと。うわ、そうだ、このねマップ、パレットはね備え付けのものしか基本出ない、荷下ろしするスペースありません。めっちゃ出てるね分かったって。はい、そしたら、全部出しましたね。そしたらもうこんだけのパレット搬入できません。ちょっと入れよう。あ、ちょ待ってよ、これ手で持てるじゃん、あったかな、持ってますよね、200キロだからね。あ、190キロか。で、こっちに持ってったら入る。おお、入った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 。というわけで、ちょっとこれはね、あ、引っかかった。おい、うん、まあ、段差、段差なくしといてくれよ。これ投げよっか。あ、重くて投げられない。はい。ちょっとね、思ったように作業進みませんが、まあ、とりあえずこんなもんでいいでしょう、今日は。まあ、あんまり時間かけてられないからね。あとは、裏作業で入れときます。はい。そしたらですね、はい、あと板以外ね、板以外全搬入しました。パレット、ネイルね、釘で、ガーリックは、でファーストシーズンで入れてます。で、もうちょっとしたら出荷用のニンニクになりますね。板が必要、それが前回ね作り始めました。あ、そうだ、ちょっとね一つだけ言わされました。これトレーラー、これパレットのオートローダーのトレーラー、これ1個買い増ししました。さっきケーキ積んでたのにパレット積んでるのちょっと辻褄合わないからね、これ2台目買いました。というので今度からパッパと、切り替えて裏作業でね、じゃあやっときますっていうのができるようになりました。ちょっとごめんなさい、それあまりにも時間なさすぎて裏で作業してしまいました、残念ながらね。あんまりそういうの好きじゃないんだけど、とりあえずやりました。はい、そしたらですね、今日やること、ですね、結構広大な土地が必要なんですよね。広い畑、ここ31ってまだ履いてないのか、これね、こう天才もあるけど履いてないっすよね、見えないねなんか潰しちゃうのちょっともったいない気もするけど、69ってなんだろう、キャノーラ、まあそうね。そしたらね、30番はだ、ちょっと30番買いましょう。はい、30番買いました。で、一回現地行きますか、そしたら。はい。で、ちょっともう走っていこうか。車両使う方がちょっと遅いっていうね。というので、だんだんうちのね、拠点から、
畑を着実に伸ばしていっております。あくまでも新拠点こっちだからね。実家は実家、まあ、実家いつか売却するかもしれないけどね。血も涙もないのかってね。はい、そしたらああこれですね、綿花もう収穫可能でしょ。ちょっともったいないといえばもったいないなんだよな。綿花この間の車両でできなかったかな。できたような気するんですよね。天才でしょこれ。あ、綿花のマークついてますよね、これこれ。じゃあね、ちょっとお時間かかるんですけど、綿花にしますか。一回収穫しちゃいましょう、もったいないからね。ただ潰すだけのもったいないでしょ。っていうので一応今綿花収穫します。その前にまず天才ね、下ろさなきゃいけないんですけど、で前回の動画も今日は天才収穫したいですって言うつもりがね、サトウキビ収穫やりたいんですよねつってよくね、間違えてますが、多分皆様ね気づいてるでしょう。あ、こいつ間違えてるなって間違えてるなって気づいてると思うんで、もう誰もね突っ込んでくれないんですけど、はい、じゃあね、まずは天才ちょっと下ろしましょう。天才下ろして、その後ですね、天才下ろした後カッター変えて、まあ、おぶねー、危ねえ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 、飛んでる飛んでるこのマップね勾配激しいから、ちょっとスピード出すとすぐこれなんですよね。道は、あ、ここ左か。あ、ここいつもの事故ポイントでしょ。そうだそうだ、ここいつもの事故ってる場所ね。はい、そしたら、天才のカッターはもういらないんだね、そう考えるとね。天才カッターいらないですけど、まあとりあえずって感じ。はい、で、パイプ出しとこっか。うわ、すげえ邪魔ちょ待って、これどけとこ、本当にすごいいつも思うの、邪魔なのさ。ブドウ入れるときに、もうノータッチで、はい、入れました。なんで話してる間に出ちゃったじゃないの。はい、そしたらこのカッターいらないですこれね。はい、で、ちょっと今日はじゃあ綿花カッターにしますか。はい、そしたらまず車両を見て、ん、あれ綿花は、あれもしかして綿花は100メートルない？カッターはあるけど、ねえ、カッターはあるけど、レトライト100、あれ、デカールに綿花ありましたっけ。あら、ちょ待ってねあれこれって、そしたらちょ待ってね、今外したけど外さなくていいんじゃない。の先の方、アタッチメントカッター下ろしてください。ちょっと待ってね、カッター下ろす、で前方切り離す、これでノーマルカッターになった。ちょっとねまだねこっちのやつで綿花はやってないんですよね。え、これどうなってる、これで綿花いける。スイッチ入れる、あ、いけてる、綿花いけてる、いけてるけど有効幅 100m はないんだ。まあ切羽もないしね。うわ、違うわ、できてるわ、うわできてるわ画面引いてないから分かんないだけで、なんだ綿花も 100m の幅になってんの。そうなんだ、あ、めっちゃ早い、めっちゃ早くていいんだけど、ちょっと待ってね、そしたらさ、お隣もこれ綿花だっけ、収穫可能かな。あ、お隣はまだ若い、まだ若いね。他に綿花なかったっけ、ここは、あ、もうどこも若いんだ、ここしかないでしょ。じゃあいいわはい、というわけで、とりあえず綿花ね12,078リッターね、収穫終わりました。というので、まあ不意にね綿花が、収穫できましたが、まあまだまだね、本当はまあどうしようかな。自月、あ、綿花出てる、綿花出てます。はい、ガサーッと
ね、はい、終了。早い。積み込みも下ろすのも早いな。というわけで、ちょっと待ってよ。綿花がさ、お粉で入ったってこと？それはすごいわ。綿花も無限生産できるじゃんね、そしたらね。綿花。あ、入ってる入ってる。じゃあ、綿花も無限生産できるので、いつか服の無限生産もできますね。あ、そう。はい、で、まあまあ、それはいいんですけど、じゃちょっと移動をね。はい、まずこれで行きましょうか。はい、そしたら、今買った土地、ここを全部潰します。はい、じゃあまずね、潰します。土地じゃないね。造園の、植物にして、これでやると、タダでね、全部潰せますんで。あ、暗いっすね。で、取り除くだね。取り除く、バーっと。はい。ここ四角くて、ね、今後使いやすいかとは思いますが、とりあえず、今日は工場をね、3軒建てなきゃいけないんです。っていうので、ちょっとスペースがいるよと。で、1軒目の工場が、めっちゃでかいんです。っていうので、ちょっと今日はね、新しく土地買い増ししました。前回の土地、もう逆に売っていいよね、ここね。ここも使うことないでしょ。はい、じゃあ売却。82,032。安いね。はい。はい、できました。そしたらですね、どうしよっかな。日当たり、今夏時間で、あ、夕方だからそっちから日出てる。なんか逆だなと思ったんですよね。夕日なんだ。明るいな。向こう明るいな、やけにな。はい、そしたらですね、一応朝日当たるように建てましょうか、こっち向きでね。じゃあまず1軒目、今日何を建てるかなんですけども、なんだっけ、あ、生産ね、生産。はい、で、建てる順番、これかな、ん、そうですね、こっちですね。これはまあ、あの、サイロ扱いなんで、3軒ですよね。3軒、そうだ、3軒。はい。そしたらですね、今日使うモッド何って言いますと、まずモッド名ですね。モッド名が、ちょっと待ってね。準備しなかったですね。モッド名が、ですね、メタル&ジェムプロダクション。メタル&ジェムプロダクションとなります。金属と宝石の生産っていう意味ですね。で、こちらがですね、最終的にあのダイヤモンドが作れます。最終的にね。まあ、それよりも他のものも作っていくんですけど、どうしようかな。これ、搬入口。搬入口はここでいいか。あまり狭くてもなんだけど。はい。ちょっとドリフトしててやりづらいけど。はい。じゃあ、まず1軒建てました。で、次。ですね。これか。2軒目、これ。なんだけど、ちょっとまっすぐじゃないからちょっとボコボコしてますね。ちょっと話そっか、見栄えね、あんま良くないと思うんで。はい、ペンと。はい、これ2軒目ね。で、3軒目これです。まあ、これでほぼ完成。はい、ちょっと待って、スナップしてね。はい、3軒目ペット。はい、で、今ね、暗いので、すでに暗いので、ちょっとあの電気つけましょう。はい、もうこっちが日陰になってますからね。どうしようかな。まあ、敷地内に建てときますか、そしたらね。あんまりやっても邪魔になるか。ちょ、待って、ドリフトすごいしてるわ。はい、ちょ、待ってね。はい。普段使わないところにね、照明置いていきたいと思います。はい、はい。ペット。はい、ここなら引っかかんないでしょ。はい。で、ちょっと奥にしとこうか。はい。じゃあ、できました。で、まずちょっと照明つけていきますね。暗いので。ちょっとね、スイッチの位置失敗したな。向き全部同じ向きにしちゃったんだけど。はいはい。で、ちょっとまず全部スイッチつけていきますよ。ペット。はい。で、これもかな。はい。ここね、フリー建築で建てました。ちょっと内側にめり込んでしまったんで。はい。それ以外は全部ね、フリー建築ではなく標準の建築で建てました。はい。ペット。はい、もうちょいですね。あと1軒かな。あ、これですね。はい。はい。そしたら、だいぶ明るくなったかとは思います。奥の方はね。あ、いいですね、いいですね。で、ちょっとですね、1軒目はスパナのマークがないのかな、確か。スパナのマークないと思うんですけど、ちょっと1回ぐるっと回って。
ないっすね。珍しくないんですよね、スパナのマークがね。どっかでヘルプでね、スパナのマーク出すってあるのかもしれないんですけど、ちょっと詳しく分かんなくて。というので、私はですね、いつもこのメニューの方からね、見てるんですけども、どこかな、新しくできたところ。まず1軒目がですね、ちょっと待って、工場多すぎるな。ちょっとね、もう何とかしたいな、本当にこれ。ケーキ工場早く潰そう。長すぎるわ。下の方まで行けないでしょ。オリーブもね、始まってるけど。これですね、ですね、ペイダート。ペイダートというのを作るのに、石90、そして水20です。石90、水20。まあ、基本、このマップ、マップじゃない、このモッド、石と水です。石と水から後にダイヤができます。ちょっと意味わかんないんだけどね。畑から出てきた石が、実はダイヤの原石的なね、ことなんでしょう。で、ペイダート。ペイダート、これ作ったら、その次がですね、こっちの工場に入れます。これ2軒目。あ、2軒目ちょっと工場の中も見せますか。これね、オープンするんだっけかな。ちょこっとしか開かないのかな。ちょこっとオープンの、マーク最初出てないんですよね、確か。あ、ここも開くのか。どこかのスイッチ、ね、あ、ね、これ金塊ですね。これ金塊ね。いいですね。金塊があるっていうだけでちょっといいけどね。片手で持てるからね、金塊ね。本当はここにマーク出ます。なんだけど、どっかのスイッチを押すんですよね。外のお家かな？外のお家の、ここかな？違うな、これライトオンでしょ。こっちか。オンアイコン。そうだ、オンアイコンね。で、これでアイコンが出るんです。これ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 。これね。やっぱ私はオンアイコンがいいんで。はい。そしたら、ここでできるのが、ゴールド、シルバー、ジェムですね。なので、金、銀、宝石。なんだけど、材料見てください。全部、ペイダーと水、燃料です。まあ、ガソリンスタンドで持ってくればいいんですけど、先ほどの水と石で、ペイダーと。プラス、水、もう一回。追い水ね。で、燃料。だけで、できます。で、副産物で出るのがダイヤモンドです。で、ゴールド、シルバー、ジェムはさらに加工して、3軒目の工場ね。3軒、あ、逆ですね。3軒目の工場の方で、ちょっとね、引っかかってるね。引っかかってるんですけど、こっち、こっち、こっち。これがもう宝石屋さん扱いです。ここ開くんだっけ？あ、開きますね、一応ね。はい、で、ライトとかね、つけながら。こっちもつく？はいとね。はい。ドアは？ドア開きます。で、こっちがですね、うわ、もう、あ、いいね。いろいろといいんだけど、はい、オンライト。はい、ここが、まあ、加工場みたいなもんですね。金属加工場。まあ、段ボールもあるけどね。宝石、段ボールでそんな破損すると思うけど。で、2階に行くと、はい、これ2階に行くとですね、あ、ちょっとライトつけてね。はい。2階に行くと、これです。金の猫の像。金の猫の像があります、これ。目がエメラルドなのかな？で、蝶ネクタイのとこがルビーっぽい。ちょっと色見えてないな。なんか暗いんだけど。これがですね、作るのが目的のものです。金の猫の像。で、一応もう一回ね、確認しなきゃいけないんですけど、あ、こっちじゃない？どこかな？あ、これだ、これこれこれ。こんなとこにあるんですよね。これ、ペット。はい、で、できるのが金銀宝石からジュエリーですね。もう加工された宝石ができます。で、金と宝石、これで、ゴールデンキャットスタチュー、金の猫の像ができます。で、シルバーからは、銀製品、これ透過交換ですね。100の100っていうので、まあここら辺は全部ね、今後やっていきたいんですけど、まずは石がないとダメなんです。なんだけど、うちの農場石ないので、農場つか農業やってないんでね。っていうので、ちょっとね、今後ね、プラウ、まあプラウつかカルティベーター崖用の畑をね、今度買わなきゃいけないと思うんですよね。やっと農業かもしれない。まあ農業しないね、種植えないからね。畑を起こし、後期工作しかしないと思うんですけど、それをね、やっていきます。今後ね。で、
その有効幅のちょっと広いものとかも今後ねご紹介していきますので、やっと農業がね始まるかと思います。あ、ちょっと待ってね、値段見てないでしょ。値段ですね、ちょっと宝石とかそこら辺はまあいいと思うんですけど、ダイヤモンドだけはまず絶対見なきゃいけないです。まあちょっとパパパッとね、じゃあ金最高値8748、シルバー11046で、ダイヤモンド49611というね、ファーミングシミュレーター市場ほぼ最高値かと思います。マップによってはね、この間やった、加工された大理石、磨かれた大理石っていうのがありましたけど、そっちの方がもしかしたら高いかもしれないんですが、マップ備え付けではなく、加工工場としては最高値になるかと思います。生産量少ないんですけどね。で、あとジュエリー、4965で、ゴールデンキャットスタチュー、金の猫の像9900で、銀製品2589で、ジェム宝石ね1809で、ペイダートは値段あんまつきませんよと、まあ加工前ですからね。というので今後ね、ダイヤモンドここをね、やっていきたいと思います。というわけでね、改めましてね、ごめんなさい今日長くなりました。はい、ではね、ここまで動画を見てくださった皆様、ご視聴どうもありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。